ささあ続いさ、はい、いいてしんお願たますすこちらです小中学生がテロリストに、はい、大阪府岸和田市と忠岡町の特定で先月19日、釣り人2人が相次いで海に突き落とされた事件で大阪府警は傷害と暴行の非行内容で道府内に住む12歳から13歳の男子中学生4人を補導しうち3人を児童相談所に送致したと発表しました。 まあこういうい本人たちはちょっとしたいたずら心なのかもしれないですけどもなない事件ででですすよよねそうん、うん、でもテロリストまで表現がいっちゃうというのはちょっととドキッししましたけどね今現時点で日本はその中学生の子たちがちょっとこう悪質ないたずらとい,、うんうん、いうのをまあ今していると思うんですけどちょっと一方で海外なんですけど、はい、今少年少女によるテロが増えていてナイジェリアでは10歳の少女による自爆テロ。うん でトルコでは結婚式中に12歳から14歳の子たちが身につけた爆発物で51人が死亡するとかあとユニセフの報告書によるとそのボコクハラムが実行した自爆テロは5分の1が子どもが実行役として投入されたというデータがあって広い数字ですね、これ、ね、ナイジェリアのボコクハラムでしょ、はい、そしてイラク、シリアにまたがって世界展開を目指している IS でしょ。うん、これやっぱり子供たちを利用してる 利用されちゃってるっていう部分もある,る、ね、と思っていてち、ねまあ、今ちょっと小学生だからってやっぱりあど、えー、侮れないと思うんですね。うん、でこう多分 あのテロ組織とかが小学生とかだったら多分あんまり荷物検査されないとか警戒されないと思って多分あのやらせてると思うんですけどまあでも確かに日本でもその荷物検査とかする時ってこう男性一人でいる人にこう重,要重大にこうやったりとかしてでもこうちっちゃい子だったらあんまいいよいいよみたいな感じでやっちゃうじゃないですかそれってすごい危険というか逆にこうそこにつけいってこう子供に「ああこれつけて」って言ってこれ子供 自爆,のあれだと爆発物だと思わなかったら普通につけちゃうじゃないですか。 でそれをこう子どもの時からちゃんとこうまあ大学のオリエンとかではあったんですよそのこういうのが爆発物でまあテロは絶対に起こしてはいけないとか宗教がどうちゃらとかいう話はあったんですけど大学のオリエンテーションでそういう話がオリエンではそういう話ありましたね僕らの時代はなかったですねテロ対策の話とかなんていうのは時代が変わったんですね、うん、でもそれを大学生じゃなくて中学生小学生のうちからもやる必要があるええー えー、と思って,てこう小学生でもしこう,うん、うん、例えばあ「じゃあこれつけて」って言われたけに「うん、いやこれ爆発物じゃん」と思ったら、うん、まあ何かしらこうアクションを起こしたりとか、うん、まあするかもしれないのでそういうこう自分があのテロに加担するかもしれないっていうことも小学生のうちから結構こう、まあ、難しいとは思うんですけどこう小学生のうちからこう。 ちょっとそう、ね、テロの映像とかを見せたりとかしてあ,、うん、こうあんまりこう子どもだからって見せないとかじゃなくって今でも日本の教育現場でいうと、うん、例えばあの原爆の、ね、被害に遭った、はいえー、その状況を再現した、うんえー、展示物が子どもに対して刺激が強すぎるからっていうことで撤去されるとか、うんえー、あったんですよ。あの原爆広島で、はいうん、逆にううううとととそういいうどちらかというと遮断する うん、で、日本のメディア見ても、違う映っているテロの映像っていうのは、基本的には流さない、うん、流せない。それはもう変えた方がいい,ってい、ね。変えた方がいいと思います。私、小六の時に、原爆ドームに行って、うん、その皮膚がただいてる方とかの写真を見た時に。うん、もうすっごいショックを受けて、うん、絶対にやってはいけないなって思って。うんうん なのでちっちゃい時にあこれ駄目なんだって認識しとくと、えー、こう大人までこうやっぱり駄目だなっていう認識があるんですけど最初ちっちゃい時から「それいけないことじゃないよ」って言われてなかったらずっとその認識のまま大人になってしまうというか。うん でしかも今 SN、SNS でこう小学生の時からこう刺激的な映像をまあ撮ろうと思えばそのテロの映像とかを見れるわけだし、ね、でも、それを見ていることを親とか学校が知らなかったらそれ本当にいけないことだよっていうのをこう言われずに育ってしまう,う解説なしでいきなり情報だけがビジュアルでドーンと入ってドン、うん、入ってきてまあ小学生なんで、すごいウブというか何もすれてないんでかっこいいってもしかしたら思っちゃうかもしれないじゃないです IS も、うん 私たちのところには子どもたちの戦闘員がこんな崇高な理念で、はい、そして訓練を受けてるんですっていう、うん、まさによちよち歩きの子どもにこう機関銃持たせているプロパガンダ映像とかはネットで流してますからねそれを見てあこう自分もこういう人たちに関わりたいってもう小学生の頃から思ってしまったら、うん、もうその子の人生はもうそっちの方向に行ってしまうと思うので,うで、ね、まあ日本でもでもこう他の国の話でもなくなってきてるというか。うん いつテロが起こってもおかしくない状況だと思っているのでちゃんとこう小学生中学生の頃から教育をするべきだなというふうふにいいやついついそのやっぱりこうテロはね日本とは無関係みたいな眼差しで見るとそんな。 なりますけど、<ー>そういう時代に入ったっていうことですかね。変動のせいかがですかやっぱりまあベトナム戦争とかあるいはカンボジアのポルポト政権とかですね、まあ40年ぐらい前はまあこれアジアであったことが、えー、中東とかですねイスラム圏であるとやっぱりもう歴史は繰り返しているんだなととても残いなということと思いますね。えー、ありがとうございました。はい、大事な提言でしたね。